八田山公園に来ています。で今日もあの鳥ちゃん探していきますけど、結構人がいっぱいいるんで、なんか日和みたいですね。珍しい鳥がいるのか、あのどこだ、まあ、探していきます。どこや、どっかにいる。ウグイスいるんですけど、どこにいるかわからない、この下の茂みでいても写真に収められたことがないのでちょっと難しいんですよね。なんかつぐみが出てるらしいですよ今日は。あの黒つぐみ見たことないですけどね。どこにいるよ。今日あの野鳥を取りに来る方、皆さんあの狙ってる鳥がいたみたいで、場所を教えてもらったんですけど、珍しい鳥さんでしょうかね。黒つぐみを取りました。あんまり写真では上手に撮れなかったんで、あの葉っぱが手前にあってうまくあの撮れなかったんですけど、でもいろんな鳥来るんですね、八田山公園も。今下の方に降りちゃったんで、どこ行ったか分かんなくなっちゃいましたけどね。なんか他の鳥もちょっと聞いたことない鳴き声の鳥がいるんですけどね。
何ですか？これなんですか？フロットじゃないよ。すごいですね。どこにいるかわかんない。今日は八戸山公園で野鳥探し、珍しい鳥が取れたので、気分がいいですね。野鳥を取る人も大勢いらっしゃって、その人たちの目線の先には珍しい野鳥が いたというところです。クロツグミ、綺麗な鳥で、さえずりがすごく良かったですね。というわけで終わります。